この動画はかつてゲーム少年だった男が様々な新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はいどうも、人生かき色です。俺たちと PS4 もとい俺たちとファミコンと40代プレイということですね。今回はスターフォースをすごい久しぶりな今なるんですけどもやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で一応このスターフォースはですね、1980年代中盤頃にですねハドソンから発売されまして、すごい人気が出たシューティングゲームなんですね。縦シューなんですけども、今まあデモ画面が流れてますが、これね、このゲームがね、きっかけで高橋名人というのが生まれたっていうところもありましてね。で、このゲームだったのが、その全国キャラバンが初めて開催されたのは、当時はね、それに出たかったんですけども、全然その出方がわからなくて、いろんなね、ゲーム雑誌というか、まあ、ゲーム雑誌なかったんで、だからまあ、コロコロコミックとかですかね、ボンボンとかそういうのでね、そういう大会があるっていうのを知って、楽しんだ思い出があります。で今回はこのスターフォースでね、一応200万点を目指してみようかなと思ってます。なぜ200万点かと言いますとですね、私ちょっと20年ぐらい前に、20歳過ぎぐらいの時に、200万点達成しましてね、やっぱりその小学生の時に全然できなかったシューティングゲームはどこまでやれるのかっていうので挑戦して限界、まあ限界だったかどうかわかんないですけども、一応200万点達成したっていう思い出がありますので、もう40代、今43なんですけど、43歳でそれができるかどうかっていうのをね、ちょっとチャレンジしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと多分何回か、配信には多分なると思うんですけどもね、とりあえず一回、ワンプレイっていうか、何回かプレイしてみて、とりあえず感覚をつかんでみたいと思いますので、よろしくお願いします。やっていきますね、じゃあ。いやー。若干ね、やっぱりパソコンの画面を使ってやってるもんで、ラグが発生するんで、どうやって画面が小さいっていうのもあるんで、まあ、どこまでやれるかどうかわかんないんですけども、まあでも結構ね、一応いろいろ調整しましてね、まあ、比較的、こう、画面がブレない仕様にしてますんで、まあ、多少はマシかなっていう。よし、一応、連射はね、まあまあ当時からできてたんで、多分、ラリオスの5万点とかね、そういうのは多分、そこそこは、そういうのじゃないかな。けどね、基本的にこのゲーム200万点いこうと思ったら、その、中盤、何年か忘れましたけどね、結構な、先にいるね、ゴーレスっていうやつを多分倒さないと無理かな、とは思ってるんですけど。よし、来た。あ、ギリギリ。もう。早い。あの敵苦手なんですよね。追尾してくるんでね。どうしても。終わった。俺、この、一応ボスになるんですけどもね、このボス簡単なんですよ。実はね、100の、スコアの100の桁がね、奇数か偶数かによって変わるんですよね。右に行くか左に行くか。まあ、奇数だったらね、右に行ったんですけど、これは偶数だったら左に行きますんでね。だからあいつを倒すのはすごい簡単なんです。だからね、とにかくこのゲームの昔の頃はもう道中の、この下が対比になっている時の敵弾の醜さ。これですよね。下が宇宙だったらね、本当にね、あまり、こう、これに対しては、あまり、難しさを感じないんですけども、とにかくその、難しい、この下がこの状態になってる時の、光ってるあの敵弾、これは本当にね、仕様なのか、やっぱりまだそういうノウハウがなかったからなのか、思うんですけども、とにかくここが難しい。ふざけんなと思います。当時は見づらいんじゃい。まあけどデータかな、やっぱりそういう
まだまだそのゲームに対しての経験というかね、知識も少なかったですし、もちろんね、メーカーさんの方もね、こういうのを作るにあたって、まだまだ手探りですよ、おそらくね。いろんなアイディアをひねり出しながら作ってくれたんでしょうね。今や本当、もう結構、ジャンルとしてはね、シューティングっていうのは好きなんですよ。あんまり、プレイが上手いわけじゃないんですけども。でもやっぱりね、こう、爽快感というかね。で、他もと時代が進んで、BGM がすごいね、いいというか、素晴らしい作品なんかもよく出たりしますしね。してきましたし。そうだ。これ、左右から来るんだった敵が。こいつも結構ね、追尾というか、プレイヤーがいる方向に向かって襲ってくるタイプなんで、それが苦手なんですね。避けにくいです。だから200なんで左に行きますんでね、こいつは。この辺はね、だから、まだまだいけるんですけど、とりあえずやれますもんね、これで。パーサイヤン辛いなぁ。この何発か当てるね、やつもね、基本的には。得点スコアアップには欠かせない武器なんですけど、危ない。だけどこのゲーム基本的にね、あまり敵はかぶることがないんで、その辺がちょっとマシかなと思ってますけどね。種類の敵が出るが、その後はあまり言うと、そんなにずっと違う敵が出ることはないから、あまり。この辺こと難しいんですよね、このラリオスの前のこいつらが、敵ならあんまり弾打ってほしくないんですけど、よし、来た。次は来るかな。光った瞬間に8発ですからね、真ん中のコアが。よし、けた、アップライギリギリ、ほんまギリやな。だから結局ね、1秒間に8発打つ、スペックがないと、あいつ倒せないんですよ、だから。後にね、スターソルジャーでもね、似たような敵が出てくる、そいつ16発なんですけど、そいつはまだね、16発、当てなくても、半分の8発で打つ裏技があるんで、まだその辺はマシなんですけどね。100ですから、右ですね。右に行きますからね、ボスは。頑張ろう、ボス。なんでこんなに簡単したんだろうなと思いますね、いつも思うけど。この辺こそだんだん難しくなってくるんでね、なかなかこの先は自信ないっすね。そのテレビ画面でやっぱやりたいな。最近けど結構ね、 HDMI のコンバーターみたいなのがあるんで、できたらね、僕はそれを使ってね、パススルーでね、テレビ画面を見ながら本当はプレイしたいんですよね。多分その方が絶対やりやすいと思うんですよね。今ちょっとパソコン画面ね、本当に、ちょっと、皆さんにはちょっと伝わりにくいかもしれないですけども、ちょっとね、ちょいちょい画面にはね、不具合ではないんですけど、ちょっとブレたりしてるんですよね。だから、結構、見づらくて、やりづらいです。ガンガン来でしたな。何しに行くか。
余裕がねえな。あぶら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 、あーもう辛い。いやーこれだけで200万で厳しいですね。あ、こんないたな、こいや、サインで。こいつなんかね、右左ってずっとジグザグくるやつなんですよ。こいつが嫌いなんだよな、僕な。どうやってもか倒せないんで、ね、またラリーを進めるかなと。ある程度ね、一定のね、スペースの敵を確実にやればね、なんとかなるんですよ、勝手に。あラリオスと思ったら来ちゃった。ボス来ちゃった。お、あ、なんだ、しなかった。バグじゃないけど。消えるんだ。あそこで。どうなるんだろう、これ。じゃあ。すぐ出てくるのかな、もう一回。どうなっちゃうんだ。もう、行ったことになっちゃったのかな。多分そうでしょうね。パーサーが出てたってことは、これパーサーって言うんですけどね、この電車が出てたっていう。昔はこれ、ただこれね、実はこのゲーム、無敵の裏技があるんですけど、無敵の裏技をね、使うとね、合体できないんですよ、パーサー。あ、って言ってたら終わりましたね。すいません。あ、33万点ですか。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。